皆さんこんにちは。今日はファンハボウビで角出しをやってみたいと思います。出来上がりはこんな風です。で、ファンハボウビの角出しはたくさんあるんですけれども、今回はこのファンハボウビをこう重ねてしまうんではなくって、こうちょっとだけ重なったぐらい広く使うことができる方法です。で、タレもちゃんとこう二重ではなくって、こう広げた形で収まってます。で、これの方がお尻が小さく見えていいんじゃないかなと思います。それではどうぞ。まずは4メートルくらいの半幅帯を用意します。で、そしてと折り目のある手先を半分に折ります。で、そして右肩にかけます。とお尻の下ぐらいに下ろします。で、こうパカパカ開けられるような方を耳の方に向けて、で、ここを開きます。で、三角にします。三角にできたら、今帯板か縦締めと留めます。そして自分が回って、で、右側から帯を前に左に持ってきます。そして右手でグッと持って左側に渡します。そしてもう一度留め直します。また自分が回ってねじれていないかを確認しながら一周巻きます。で、これが2周目になります。で、この時点で左手で帯の1枚目と1枚目を親指と差し指で挟んで、右手で帯を締めます。そして右側を斜めに中心に向かって折り上げて、今この両側が同じぐらいの長さになりました。で、ここからなんですけれども、左側を上にして一結びします。で、この時にすごく差が長さに差がある場合は、ちょっと回したりすれば解消されることもあります。で、今は私は全く同じ長さにできました。で、結び目は帯の上の方にしておきます。で、今回はあまり強く結びすぎないようにします。ここから後で、帯を通しますので、ある程度余裕は必要です。で、そして左側でリボンを作ります。で、これを上から、反対側を上からかけて、そしてこんな感じでリボンを作ります。左右違う色にしてもいいですし、同じ色にしても大丈夫です。で、これが角出しの角になります。こんな感じですね。狭すぎてもあんまり見えないですし、ここより広いと、体の幅より広いとおかしいので注意します。で、今この帯の長さがほぼ一緒になっているので、この先を、垂れ先をこんな感じで揃えて、ここを全く同じ高さにして、この結び目と帯の間に通します。で、通すときはすごく狭いので、一旦こんな感じでひとまとめにして、この間に入れます。で、ここが太鼓になります。で、一旦通ってしまえば、これを広げて、ここが
タレになります。そしてこのこちらのお太鼓もこんな感じで形を整えます。でこんな状態で帯を回してもいいんですけども、私はこの時点で帯締めを入れたいと思います。太鼓の中に入れます。で真ん中を確認して後ろで仮に結んでおきます。で右手で帯の上を持って、左手で後ろを持って時計回りに回します。で回せたら真ん中に帯が来てることを確認して、で帯締めを前にぐっと引いて、左が上、下から上、右から左、下から上で穴をくぐらせてこんな感じに結びます。で帯の下のシワをきれいに取って、出来上がりです。いかがでしたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは、さようなら。